ハイラム・マキシム・ハイラム・マキシムは、アメリカ合衆国メイン州、サンガービル出身の発明家である。聖は、マキシムとも、ライフ氏が1999年に選んだ、この1000年で最も重要な功績を残した世界の人物100人に選ばれている。世界初の全自動式機関銃を発明した。彼の発明した機関銃とその派生系を一般に、 マキシム機関銃と呼ぶ。アメリカでは機関銃に関心を集めることができなかったため、イギリスに移民して成功した。彼の機関銃は反動を利用して連射を行う方式であり、第一次世界大戦では、イギリス、ドイツ帝国、オーストリア・ハンガリー帝国、ロシア帝国などが、マキシム系と言うべき、ビッカース銃機関銃、m g 零八銃機関銃、シュワルツローゼ銃機関銃、 PM1910 重機関銃を運用した。マキシム S フライングマシン航空にも興味を持ち蒸気エンジンによる飛行機械を製作した。1894年7月31日、ロンドン郊外にてレール上180メートルほどを加速した飛行機械は時速67キロメートルで浮上した。もともと浮上することだけが目的の実験飛行のため、 高度が上がらないようにガードレールが設置してあった。外れたガードレールでプロペラが破損し、機体は大破した。飛行機体の概要は全長60メートル、翼腹32メートル、機体重量約3.6トンという巨大な服用機で180馬力の蒸気エンジン2機を備えて3人の乗員が乗った。彼の飛行機械の特許申請は特許局に拒絶された。 また、後世の専門家による評価も、その蒸気エンジンに対するものを除けば冷淡である。AB 以下の百科事典ではこの生物年月日となっている。AB、航空発達物語、パイオニア飛行機物語、ありがとうございます。